どうもこんにちは、武田クリーニングです。本日ご紹介のアイテム、パタゴニアのイスマスユーティリティジャケットでございます。定価はね、27,500円ですね。お色はインクブラック、リサイクルナイロン 100% 素材を使用し、ポリウレタンコーティングと DWR 耐久性撥水加工済みでございまして、原産国はスリランカ、新品です、未使用です。そしてこのシワです。まあ、新品ですから、試着というか着用に伴うシワじゃないですね。もう洗濯もしてないから、洗濯したことによる洗濯じわというか脱水じわでもないですね。じゃあ製品製造時にできたシワかと言われれば、それも違うかなと。すでに材料の生地にもともとこんなシワがあったなんて考えにくいし、デッドストックじゃないんですよ、長いことずっと収納していたんだよなんていう風なものではなく、根気ものなんですよ。新しいお洋服なんです。だからこのシワはね、畳じわなんですよ。梱包するためには畳まなくちゃならない。それが手作業なのか、畳む機械があってそれを人がサポートしているのか、全く分かりません。でも畳んで梱包して、その梱包したお洋服をたくさんこう重ねて箱に入れて、しばらく放置したことでできたシワです。ひどいな、本当にすごいシワですよ。店舗でハンギングして陳列する際もこのシワの状態のままでしょうね。どうなんだろう、もっと綺麗に、もっと丁寧にシワにならないことを意識して畳んでいたら、こんな風にはならないんじゃないかなって思うんですけど、どうですかね。そりゃね、新品ですもん、綺麗です、シミや汚れないですよ。でもこのシワはさすがにちょっとひどいかなと思います。パタゴニアに限った話じゃないんですが、特にパタゴニアのシワってひどくないですか？ T シャツとかもひどくないですか？どうですか？パタゴニアをたくさん買ってる皆さん、気にならないですか？それが普通だと思ってきてます？じゃあね、ネットでパタゴニアのオンラインで紹介されているそのお洋服、もしくはモデルさんが着てるお洋服、製品面を見ても、その着用している写真を見ても、映像を見ても、そんなシワなんか全くないですよ。その全くシワのない状態で着たいよね、当然。その状態で着ることができるって思って買いますよね。でも届いた服はシワだらけなんですよ。新品で買ってシワを取りたくてクリーニング店に依頼してメンテナンス代を払ってから着る。古いじゃないんですよ、新品なんですからね。それは抵抗ありますよね。新品買っておいてまた最初にお金かかってからじゃないと着られないなんて、それはちょっとありえなくないですか。でもやっぱりこのシワの状態では着られない、こんな状態では着たくない、パタゴニアに返品や交換するなんていうようなことも可能ですけど、それもまあ面倒だし、どうせ交換しても同じようなシワだらけが届くんじゃないかななんて思ったら、やっぱりクリーニング屋さんにお願いしてシワを取ってもらおうとなりますよね。綺麗になりますよ、めちゃくちゃ綺麗になります。この状態で届いてほしいですよね。いかがでしょうね、綺麗でしょう。もともとこうだったと思いますよ、畳む前って。実はね、こうやってね、新品を預かることって多くはないですよ。でも少なくもないんです。結構シワ取ってくださいというのがあるんですよ。飲食店の食品サンプルとかメニューの写真と実際の料理のギャップにがっかりしたとか、プロフィール写真を見てね、その奇跡の一枚を使ったんじゃねえかって思うぐらい、ちょっとすごいなんか映えるような写真があって、で実際に会ったらってことであったりとか、まあそんなあるあるですよね。この新品のお洋服のシワも実はあるあるでございます。もっと丁寧に畳んでくれれば防ぐことって可能なのかな、重ねちゃうからダメなのかな。仮にですよ、
畳み方が雑すぎるからこうなるってことだとして、そんなことは作業してる人は100も承知だとしましょう。でもそれができないのは生産性が悪くなるから、同じ時間で梱包できる服の数が減るから。雑だけどこれぐらいだったら OK でしょ、そうしないと今の生産性を保てないなんてことはないんですかね。クリーニング店って衣替えの時期にセールをするところが多いんですよ。しまい洗いを促したり保管サービスを PR してもなかなか行動につながらないお客様の背中を押す、それがクリーニング屋の春のセールです。もう結論から先に言いましょう。セール期間はお安いけど品質も悪くなる可能性があります。お財布から出ていくお金は最も少なくて済むけれど、クリーニングの品質も最も悪くなる可能性があります。理由は入荷点数が多い分どうしてもね雑になってしまうことがあるからです。生産性なんかどうだっていいんだ、うちはクオリティファーストってクリーニング店はそもそもセールをしないです。洗濯は手間仕事なんです。綺麗になるのは適切な手間をかけるからです。商材を仕入れて売る仕事じゃないので、同じものを買うんであればね、少しでも安いところ、送料が無料なところなんて、感じで探しますが、クリーニング加工サービスはそうじゃない、該当しないです。セールで安い、それはお得だって思いますけど、それ本当かな、どうして安くできんのかなって考えてみてください。例えばね、お洋服のセールであればそれ売れないからですよ。すごい極端なサイズが大きい、サイズ小さい、例えば色が合わせにくい、柄がちょっと派手だとかね、売れないから安くなる。食料品のセールなんか賞味期限の関係でしょって誰でも分かりますよね。他にもうちは大量に仕入れることでこんな安くしてますよとか、中間マージンが発生しないから安くできますよとか、安い理由さえ納得できるんであれば大いにお得だと思いますよ。でもクリーニングは違うかもしれませんよ。そりゃね、そのお店で言うはずないですよ。うちはちょっと雑にやっちゃうけどその代わり安くするよなんて言うはずないです。どのクリーニング店もね、専用の機材があってそれを扱うのは人です。従業員の心情として同じ給料で忙しくなることを好んでいる人は少ないんじゃないですかね。なのでセールで大量入荷で嬉しいのは経営者だけで、従業員は仕方なくなんて思ってるかもしれません。そんな感情で仕事をする、いっぱいあるぞ、もたもたしてると終わらないぞ、急げ、それね、自分の服だったら嫌じゃないですか。あら、なんか今回の仕上がり良くないわなんて思ったら、それセールじゃなかったですか。だからね、おすすめは使い分けです。セールでクリーニングに出す服、そんなに大事じゃないけどクリーニング出しとかないとみたいなお洋服と、本当に大事な服は分けましょう。セールなんかしないよってクリーニング店でも出しちゃう服ってありますよね。それどんな服ですか。それセール関係ないですよね。宿泊施設って繁忙期に値段を上げるでしょ。同じ部屋なのに高いでしょ。やってる仕事サービス全く同じ、部屋も料理も風呂も同じ、でもその期間しか旅行できませんよね。じゃあ高くても利用してくれるよね。まさに我が業界とは真逆です。クリーニング屋が衣替えの時期に値段を一時的に上げるなんて聞いたことないですよ。そんなことしたら依頼するものも依頼しなくなります。だってね、クリーニングなんて今じゃなくていいもんってなっちゃうから。いやいやいや、安くするから今出してよ、衣替えだしさってのが我が業界のセールです。たくさん集めやすい時にいくらでも集めよう、雑にならないようにね、しっかり保管するからなんていうところもありますよ。洗わないで保管ですか。シミや汚れがついたら早期処理を奨励しまくってるんですよ。早ければ早いほどシミ汚れ落ちますよなんて言ってるのに、預かった服は放置、後で、それ矛盾してないですか。それ自分の服だったら嫌じゃないですか。そんな理由でね、安い時期を避けるとか、納期は数ヶ月後なんて保管も避ける、仕上がりの品質を最重要視すればね、そうなりますかね。もっと綺麗に、もっと丁寧に、そりゃ生産性悪くなるけどお客様にとっては嬉しいと思います。手間をかけてなんぼの商売なんですよ。でも同じクリーニング店でもそうじゃない考え方のクリーニング店もあるので、それが決して悪いと言ってるわけじゃないんです。セールが悪いと言ってるわけじゃないんですよ。ただその安い理由を考えて、それに納得して、依頼するのがいいかなというふうに思って、お話をさせていただきました。ご利用ありがとうございます。武田クリーニングでした。